今改装中断構えから運を含めていろいろやってきました、ね、あの例えば、先ほどこう中心に持ってきて払い切りっていう形を取ったりとかやりました。あるいは後ろにこう下がったりとか前に入ったりとかということもやってきました。いいですか。あの実はですね、指導というものを私自身が考えるのは、例えば、見習いや、緑の人が基本から今みたいな体さばきとか運法をやってて、まだ習っていません。しかし基本ではしっかり練習していると。でそこで例えば今やっている反転心ね、さばいて蹴るいうことを、しっかりと作り上げていたら、これ習ってなくても、ちょうどですね、じゃあ今日は反転心蹴りを科目でやりますということで、ちょうどその資格になった時に、ね、じゃあやってみようって言ったらですね、自分自身がなんか動けた、簡単に動けたっていうようになると、こういうことが私は知られてて大事なことだと思うんですね。でまだそんなレベルじゃないからというよりもやっぱりやらせていく、挑戦させていく、ね、指導者は誘導し引っ張っていく、でこういうことが非常に大事だと思うんですね。なんか当人がやった当人がびっくりすると、あ僕こんなにできちゃったって、でこれが本当の基本訓練だと私自身はすごく思うんですね。ここはあの指導者の人はしっかりと、ね、あの誘導し指導しやっていただきたいと、そういうふうに思います。もう一ついいですか。例えば先ほど改装中断構えからいいですか、上受け大きくいきましょう。大きく上受けしてついたりしました。何でもって戻る。この足、例えばこれを払い受けにして、まあ、斜め前ですね、蹴って元へ戻る。大きくやって蹴った、受けて蹴って元へ戻る。これどうですか。上受け蹴りのよう、あ上受け突きのこのやり方が、体さばきが手と足が変わるだけですね。受けて足で反撃してるんですね。これ有段者の人はすぐ分かりますね。いわゆる下段返しになるんですね。いいですか。となればですね、土台という運法、体さばき、土台は基本的には変わりません。いいですか。手さばき、いわゆる蹴りですよね。ね、このあたりを付け加える、突きに変える、これだけの話なんですね。いいですか。だから改装中断構えで幹作り、土台作り、しっかりとやるようにしてください。以上です。